W41H は、日立製作所、及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが開発し、KDDI、及び沖縄セルラー電話の各、au ブランドで販売された CDMA1XWIN の携帯電話である。ワンセグ受信時、W41H は、au 初の二軸回転式2.7インチワイドディスプレイ、液晶ディスプレイ及び2.1、 メガピクセルオートフォーカスカメラやワンセグ対応テレビチューナーを搭載する携帯電話端末である。Easy Fedica や SD オーディオ、SD ビデオ等、AU が携帯電話端末向けに提供する大部分の機能、サービスに対応する。付属の充電スタンドは小型のテレビスタンドになる。2006年のウィンタ i オーハルモデル中、本体の体積、質量ともに最大だが、 最も多機能なハイエンドモデルである。同社プラズマテレビ、ウーをイメージしたデザインで、卓上ホルダーやアンテナなど随所にテレビを意識させる、ホルムに仕上げている。外装には高度な2色に層成形を施しており、ディスプレイや着信ランプと外装との間に、凹凸のないフラットなボディを特徴とする。また、かつては、日立の携帯電話といえば、日立の機能。 着信メロディがプリセットされていることで有名だったが、C451H 以来久しぶりに、日立の木がプリセットされた。当時のワンセグ対応端末としては、新サービスに対応するなど、完成度が高く、ヘビーユーザーなどに支持された。また、フルブラウザである PC サイトビューアーや、ワードや、エクセルなどのファイルが表示できる PC、ドキュメントビューアーを搭載し、 ビジネスマンにも好評。しかし高機能ゆえボディの大きさや重さ、ボタンの押しにくさなど少なからず悪評もある。いずれも携帯アップデートで修正が可能。また購入時期によってはすでに修正されている。ありがとうございます。